はいはーい。ここは沖縄、田島屋で取り扱っている商品の紹介をしていきます。今日はどんな商品を紹介するの？ブランド、ポーター。シリーズ、リフト。形状、ツーウェイ、ショルダーバッグ、ポーチ。品番、822-06129。サイズ、横、24.5、縦、14.5、奥行き、4.5、センチメートル。ポーター、リフトシリーズから、ツーウェイ、ショルダーバッグ、ポーチのご紹介です。リフト、運ぶ、持つというカバンの本質を軸に、様々なライフスタイル、用途、年齢層に向けて幅広いバリエーションで構成し、カジュアルバッグをメインに、ビジネスアイテムも加えたトータルシリーズです。シンプルなデザインですが、随所にこだわりのあるパーツを使用しています。詳しく見ていきましょう。正面。側面。背面。側面。底面。上面。極細の糸を用いて厚手の生地を織ることで、軽量ながらも非常にボリューム感があり、シルクのように上品な光沢感を表現することに成功しました。ポーターネームは、生地と同様に超高密度に織ったネーム地に熱セット加工で上下からプレスをし、凹凸だけで文字を表現したエンボスネームを使用して洗練された印象を与えています。底面には持ち手がついていて、セカンドバッグ、ポーチとしてもご利用できます。背面、ファスナーポケット。内側はメッシュクッションになっているので、スマホなどの収納に最適です。前面、ファスナーポケット。2cmほどのマチがあります。ループ部分に付属のキーホグを通してご利用できます。キーホグの詳細は後ほど。メイン収納、ダブルファスナー開閉。ベルクロ留めポケット、一つ。ループ部分に付属のキーホグを通してご利用できます。キーホグの詳細は後ほど。オープンポケット、二つ。収縮性があります。付属品、キーホグ、一つ。裏面のポーター刻印、ステンレス板をプレス裁断すると同時に刻印するという、工業的な手法を用いています。正面のファスナーポケットのループ部分に取り付けれます。
メイン収納のループ部分に取り付けれます。付属品、ショルダーベルト、1つ。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、お願いします。またやあさい。